フランシス・ヨシヒロ・福山は、アメリカの政治学者、政治経済学者。著書、歴史の終わりで、自由民主主義と自由市場を文化的進化の終着点かつ、政府の最終形態として説明したが、後続の新仲間立たずではその立場を修正し、文化は、経済から完全には、分離不可能であるとの認識を改めた。新保守主義の代表的な理論家であったが、 現在は、ネオコンとある程度の距離を置いている。1952年に、イリノイ州シカゴに生まれる。父方の祖父は、日露戦争を逃れ、第二次世界大戦に伴う強制収容の前に、西海岸で商店を開業した。父は、海舟派協会の牧師で、後に、ペンシルベニア州立大学の宗教社会学教授となる二世紀の福山義夫。 母の河田敏子は、京都大学経済学部の創設に関わり、大阪市立大学の初大学長となった河田志郎の娘で、1950年に戦後初の女子留学生として、シカゴ大学に留学した。一人息子としてマンハッタンで育ち、日本文化にはほとんどを触れず、日本語も学ばなかった。1967年、一家でペンシルバニア州、 ステートカレッジに移住コーネル大学で古典哲学を専攻し、アラン・ブルームの下で政治哲学を学び、学士号を取得。その後、イエール大学大学院で比較文学を専攻に選び、ロラン・バルトとジャック・デリダに学ぶために、パリへ6ヶ月間留学するが、幻滅して政治学に転校。ハーバード大学でサミュエル・ハンチントンに支持し、1981年に、 政治学博士号を取得。博士論文はソ連による中東への介入の脅威に関するものであった。1979年、ランド研究所に入所。ランド研究所研究員、国務省政策企画本部スタッフ、ジョージ・メイソン大学教授、ジョンズ・ホップキンズ大学ポール・エイチ・ニッツェ・高等国際、関係大学院教授を経て、スタンフォード大学教授を務める。2007年4月から、 関西大学政策創造学部客員教授を兼任。2007年に同志社大学から名誉文化博士2009年に関西大学名誉博士号を授与される。1989年、冷戦終結に前後し、ナショナルインタレストに掲載した論文、歴史の終わりにおいて、人間の政府の最終形態としての自由民主主義、自由主義国家、政治的自由主義、 経済的自由主義が最終的な勝利を収めることで社会制度の発展が終わり人類発展としての歴史が終わるという仮説を提示し1992年にはフリープレス社からさらに本格的に論じた歴史の終わりを発表アメリカ新世紀プロジェクト賛同者に名を連ねるなどネオコンシス家として一躍脚光を浴びることとなるまた2002年には 科学技術を論じた人間の終わりを執筆した。一方、2003年頃からはネオコンと距離を置き、イラク戦争をめぐってブッシュ政権への批判を行った。特にブッシュ政権がイラクのみならず、中東全体を簡単に民主化できると考えたのは判断ミスだったと論じ、世界のマスメディアで取り上げられた。 だが戦争を支持したり否定したり、ネオコンのような右派に寄り添ってみたり離れてみたりといった、一貫しない、ご都合主義的とも言える、身の処し方に対して、厳しい批判も浴びせられている。ありがとうございます。